デジタルラボ始まるよ。今回は金属の表現の仕方と書き方について解説していきたいと思います。もう初めにざっくり言っちゃいますけど、金属で一番重要なのはどれだけ反射をうまく表現できるかだと思います。動画の途中も結構ポイントになるところが結構いっぱいあるんで、見逃さないように気をつけてください。今回も、ブラシ解説一番最後につけてますんで、気になる方いればぜひそちらも見てみてください。
you
ブラシ解説になります。このグラデーション自体はこのブラシです。ベースは普通にちょっと固めのブラシで塗って、でこのブラシでこう濃いとこと薄いとこと作って塗ってます。今こんな感じですかね。100% じゃない方がいいですね。有料で薄く、筆圧薄く塗って、でちょっと強く濃く出す。こっちもそうですね。ここも一番分かりやすいのは多分ここの色、こうワーク塗っといて、でまた濃く出すっていう。で選んでる色一色なんですけど、あの混ざってる色で多色に見えるんで、これが結構楽ちんだしいいと思ってます。こんな感じ、こんな感じで塗り進めていけば、ちょっとこすったりとかですかね。金属の、まあ、ピカピカに磨いてある金属はこんなに研磨の跡みたいな、研磨でこすって磨く、そのなんだろうな、まあ、ヤスリの跡みたいな感じ、金属でいう。このこするはこっちではそんな使ってないですね。ぬるっとした金属、もう本当に磨き上がった彫刻じゃなくて、まあ、芸術品なんで、かなりツルツルした表面だったんで、この研磨するようなこうこすってシャッシャッシャッってなるような表現はしてません。ここも書き分けの一つだと思うんで、そういう材質、まあ、ステンレスのタンブラーとか、ああいうのは多分こういう、あとスチール、窓枠のスチールとかはこういう研磨の跡みたいなのが出るんで、ここら辺は表現してもいいと思います。使い分けですね。でブラシの設定なんですけど、さっきのグラデーションがこれ、形はねこれ入ってると思います、あのフォトショップに。で設定が、ブラシの先端は間隔が 5% かな。でシェイプ、サイズジッター0、筆圧で、ここが 100% 角度のジッターで、これ前も説明しましたけど、僕はあのアートペン使ってるんで、こういう回転が入っています。でその他チェック入れて、で滑らかさにチェックが入ってます。でそれでこの同じというか、元はこっちなんですけど、これの設定違う状態がこれ、これ非常に便利です。まあいろんな似たようなやつもあるんですけど、僕はこれ使ってます。これじゃなきゃダメってことでもないと思いますんで、ぜひ金属ぬるぬるグラデーションしたいときはこれを使ってみてください。まあ、今日のブラシ解説はこんな感じになります。チャンネル登録高評価よろしくお願いします。じゃあまた次の動画でお会いしましょう。じゃあねー、バイバーイ。